ベルビジの藤原です。本日も、オンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。これから紹介する商品はですね、明日の14時頃アップされる、商品になります。よろしくお願いします。お問い合わせの方は、スタッフ在住時間の11時から18時までになっておりますので、お店の方にご連絡いただければお答えします。詳しいことは概要欄の方に貼ってますので、そちらの方チェックしてみてください。では今回もですね、ミックス系ですね。まずは、ラルフローレンの柄シャツ、半袖のちょっとコットンのね、こうハワイアンっぽい感じですね。ちょっと紺に白ベース、はい、結構いい柄だと思います。はい、鼻のちょっとね、あのハワイアンヴィンテージでいくと、こうちょっとボーダーっぽい柄にさらにこう花柄、はい、でベースが XL になります。サイズ、はい、XL だとちょっとさすがに自分はね言ったりしますが、まあデニムとの相性はいいと思います。はい、状態いいです。こちら、5800円に消費税ですね。はい、続いてポロカントリーの、ストライプシャツです。サイズラージですね。はい、これも状態は綺麗です。はい、ストライプでラージ、多分自分がちょうどいいサイズですね。はい、ちょっと水色と、白で、真っ白というよりはね、ちょっとベージュっぽいボディのシャツです。はい、ポロカントリーいいですね。合わせやすいと思います。こちらも5800円に消費税。続いて、またもやラルフローレンです。どちらかとこうシャンブレーシャツのような素材なんですが、珍しいですね、胸にワンポイント。はい、普通はねポケットを、ここね、こっちからマークが入るはずです。このポケットのフラップにマークがつく。サイズが一応ラージです。はい、まあ、自分がねちょうどいいサイズですね、これ。はい、この胸ワンポイント、これちょっと特徴的で可愛いです。はい、水色ボディの、シャンブレー、ガルフロールのシャンブレーで、こちらも5800円に消費税ですね。 5% シリーズ。さあこちら、いつもね寝るシャツで紹介するんですが、ファイブブラザーズ、はい、こちらでもこのプリントのタグ、ちょっと古いやつです。でよく見ていただくとサイズ20って書いてます。シャツとかでいくとね、大体15ハーフとか16って僕よく言うんですけど、そこからいくとサイズ20っていうと、トリプル XL ぐらいですかね。ただこのコットンのいわゆるワークシャツです。はい、サイズ20ってことは結構でかいんですが、これね黒ボディの、コットンのいわゆるチの字のシャツです。まあ、これで結構ダボっと着れる人は結構いいかなと。はい、しかも黒ボディ、これいいですね。はい、うん、ちょっとこうね、あのペンキみたいなところで雰囲気は出てますが、この色合わせた黒めちゃめちゃかっこいいです。はい、大きいサイズね好きな方、はい、こちら6800円に消費税ですね。続いて、US アーミーのこのベーカーシャツ、サイズ15ハーフ35のデッドストックになります。この襟のね、もうこういうところにまだ紙もはいついてます。これねすごいですよ、シールでこうシールっぽく留められてます。はい、襟が開かないようにデッドストック。はい、ワッペンとかね、あのこういったネーミングとかももうむしろついてません。はい、もうコットンのいわゆるアーミーシャツですね。ただデッドストックという、はい、こちらも6800円に消費税です。続いてウィンターキング、はい、ウィンターキングの、60年代頃でしょうか、マチ付きの、パイル地のネルシャツです。はい、赤ベース、サイズがこちらも少しゆったりします。16ハーフぐらいあるかな、自分がちょっとゆったりめです。はい、このまあいわゆるヘビーなネル、これもまあパイル、ちょっと要はタオルみたいな地の
タイプですけれども、もう雰囲気いいですね。でちょっとね、襟にねリペアが入ってた、いわゆる襟の内側は普通ダメージがくるんですよ。これ襟をね一回リペアでひっくり返してます。ただあの綺麗にできてるので、あの全然違和感は全くないです。はい。あとトップボタンがね取れてしまって、違うボタンが付けられてるのと、袖も両方ともちょっと違うボタンが付けられてます。あとはこのね白のサラボタンがいわゆるオリジナルなんですが、はい、こちらパイルのマチ付きのネルシャツ、こちらで12,800円に消費ですね。1ニッパー。続いてチャンピオンのスウェットです。リバースイーブではないタイプですね。はい、紺の刺繍タグ 90s エクストララージになります。前部位のチャンピオンマークがでかいですね。はい、自分着てちょっとゆったりします。はい、まあこれね女性がダボっと着ても可愛いと思います。コンボディ、はい、まあ、この目がでかいのが特徴だと思いますね。こちらも6,800円に消費です。続いてリバースイーブ、はい、刺繍タグのエクストララージ、はい、ボディの状態いいですね。白グレーにねこの白のプリントって結構かっこいいと思います。はい、白のラバー状態はかなりいいですね。はい、こちらで7,800円に消費税ですね。続いて、こちらチャンピオンリバースイーブトリコの WXL です。はい、ちょっとゆったりしますが、アリゾナ、これラバー、またこれラウンドに、はい、U of A、 こうプリントのねまたいいですね。プリントのバランスいいと思います。 WXL やっぱかなりゆったりはします。はい、これでもねボディの状態綺麗です。はい、こちらも7,800円に消費ですね。はい、続いてコンボディの WXL 刺繍タグです。はい、でまあシンプルに、はい、大きめのラバープリントですね。はい、まあ先ほどと同じ WXL かなり大きいです。これボディの状態綺麗ですね。コンボディ、はい、こちらで6,800円に消費税ですね。続いて、こちら刺繍のラージ、はい、パープルボディのフルスナップですね。はい、こちらも状態は少しね後ろに、まあ、汚れというか、なんか洗濯の時のブリーチですかね。はい、まあ、ラージなんで自分がちょうどいいサイズです。これも定番ですね。7,800円に消費税です。続いて、ミリタリーいきます。はい、もう M65 の、ブラック、まあ、オリジナルのブラックですね。はい、こちら80年代頃のやつですが、デッドストックになります。はい、もう言わずと知れた、はい、程度はもう申し分ないですね。ちょっとねジッパーだけが少し錆びてます。はい、ただまあ全然上げ先は全然問題ないです。サイズは、ミディアム、ミディアムレギュラー。はい、まあもうこの形も定番ですね。黒やっぱりかっこいいですね。はい、こちら15,800円に消費税です。15%。続いて、まあこちら好きな人多いんじゃないでしょうか、パタゴニアマーズです。もうナイロンのねシェルレベル6かな、デッドストックだったんだと思います。少しまあユーズドですが、もう中の状態も、はい、全然綺麗ですし、ゴアテックス、サイズがラージ、ジャケットレベル6ですね。はい、まあ、今日みたいなちょっと涼しい日には一番、まあ雨のねこれから梅雨の時期とかにもね一番使えると思いますし、何せ見た目がかっこいいです。はい、またこれはマーズレベル6ですね。こちらサイズラージで39,800円に消費税。サンキューです。続いてデニム、
はい、リーバイスのいわゆるリバーシブルのベストですね。はい、ビッグインになります。ちなみに水が通ってないほぼデッドなんですが、ちょっとねポケットのところここにインクの跡があります。はい、オレンジタブのビッグイン、ここにねこういう紙のフラッシャーが普通つくので、まだこの白い糸が残ってます。はい、もう後の状態は本当に申し分ないのと、サイズがねまたこれ僕がちょうどいいサイズです。はい、まあリバーシブル、あんまりこっち側でね着ることはないかもしれませんけど、このデニムのベスト、はい、あのジャケットとかの下に着てもらってもいいかなと思います。こちらビッグイのリバーシブルベストで9800円に消費税です。 9% 安いと思いますね。はい、続いて70505ビッグイです。はい、もう文字もねはっきり読める38。はい、でビッグイのねちょっと赤タブが少し色薄くなってますが、はい、こちら38なのでね自分は結構ピタピタです。ちょっとこっちのね袖口、はい、結構こうまあダメージなんですが、結構ね雰囲気的にいいかなと。まあ結構ちょっとボロ好きだったりとか、ファッション的にねなんか黒いパンツかなんかで合わせてあの着てあげると、このダメージもなんか結構かっこいいと思います。はい、背中は問題ないですし、はい、ちょっとねなんか落書きの跡かな、黄緑っぽく、まあでもほとんど目立ちません。はい、あと38でサイズもそうですし、なかなか出ないしね、あとちょっとポツポツあってもなんかこう雰囲気のいいダメージかなと。その分お値段もねお手頃です。こちら70505ビッグイで38、15,800円に消費税15%です。続いてカバーオール、パワーハウス、50年代ですね。はい、プリントのタグです。サイズがね、44ぐらいあると思います。自分が着てもちょっとゆったりしちゃうかなと。はい、まあ、ただねデニムのコンディションはいいです。はい、結構濃いです。まあ、7割から8割ぐらいは残ってるんじゃないですか。襟もね黒のこのダブルステッチの襟、はい、形もいいと思います。もうザ定番の形ですね、4つポケの50年代パワーハウスのカバーオール、サイズが多分44ぐらいです。29,800円に消費税 29%。 はい、はい、続いてデニムに行きます。今回はダブル X 攻めです。はい、リーバイス 501ZWX、 はい、ジッパーですね。ジッパーでトップボタンがシルバー、これはもう 501Z ですね。はい、後ろちょっといい感じの蜂の巣が出てます。はい、うん、色落ちもね綺麗に出てますね。特にね大きいダメージはありません。はい、非常にいい落ち方してると思います。で、こちら 501ZWX のベルトループ極太センターループ、はい、中がカッパーで隠しヘルメットもちろんついてます。はい、こちら1954年頃ですね。はい、なので当然レザーパッチになります。はい、こちらがねちょっとサービスプライスです。今回 501ZWX レザーパッチですね。はい、レザーパッチ取れてますが、実寸が30-29、それで今回夏プライスじゃないですけど98,000円に消費税ですね。9%、これはお手頃です。はい、続いてまたいい色ですね。はい、こちら 501WX の、ギャラ入りの年代です。はい、もうこれもね特に大きいダメージはないです。ちょうど全体的に色落ちてて、ちょうどヒゲと耳のあたりと、はい、このねギャラと言われる紙ギャラって言われる年代ってね、この耳のあたりがだいたいこう綺麗に出てるのが多いです。はい、後ろもベルトループオフセットですね。でここに髪残ってます。はい、ちらっと、そして中が隠しリベットと前がカッパー、はい、そしてこのフロントのボタンの
リーバイスとラウスの R の縦棒が長い、これ足長 R って言いますね。はい、ここね見づらいんですけどね、足長 R って言ってる意味がこうね、何かでチェックしてもらえれば。はい、こちら、ポケット口ちょこっとだけここに少しだけリペア入ってます。少し硬くなってます。はい、あとね、ウエストが実寸で34のレングスが32、自分ちょっとね長いですね。はい、パッチ表記はおそらく36の、36、サブ6サブ6もしくはサブ6 34縮みかなと。はい、ギャラ入りの年代です。では、お値段228,000に消費税ですね。はい、紙ギャラ WX 3432実寸です。22パ。続いて、はい、こちらは 501WX。 なんかね、履いてる人と同じ人じゃないかなって思う感じの、こちらもヒゲがいい感じです。はい、ちょっと長めですが、こちらもまあポケット口の入り口、はい、少しリペア入ってます。はい、後ろベルトループがオフセット、赤タブがね少しこう欠損してます、ついてますが読み取れないです。はい、パッチは取れてます。先ほどと同じで隠しリベットついてます。内側が銅、よく見たら足長 R ではないです。はい、うん、この年代はおそらくレザーパッチの年代ですね。はい、ほんとね、多分ここ先ほどの紙のギャラ入りというのとほとんど年代はギリギリ変わんないです。ただ、こちらはレザーパッチの年代かなと。はい、先ほどのより、ね、少しだけ大きいんです。こちらが36の33、なので、パッチ表記37っていうのは存在しないので、おそらく38のレングスが36縮みの実寸でサブロック33。はい、ただこれもね、さっき言ったように特に大きいダメージもなくて、はい、状態的にはいいと思います。はい、こちら 501WX、まあ、レザーパッチの値段ですね、ベルトループオフセット、こちらで228,000円に消費税、同じ値段です。はい、まあ紙とねレザーの違いですよ。はい、さあ最後こちら、まあ今日ね、僕も今日 WX 履いてきてるんですけれども、はい、501WX レザーパッチですね。ベルトループがセンターループなので、はい、センターです。そして当然ですけど隠しリベット、前は銅。はい、もうこれでセンターループというのはもう間違いなくレザーパッチっていうのが分かります。はい、赤タブは両面です。はい、なので先ほどの Z と同じですね、1954年頃の WX、 こちらもね状態いいです。はい、まだ色もね裾口結構濃いと思います。裾ももちろんオリジナル。はい、ちょっとね裾口にちっちゃいリペアありますけど、当たりも綺麗に出てます。はい、また下も特にダメージありません。よし、全体的に、はい、まあまだ濃いという風な言い方に入るんじゃないでしょうか。はい、自分のと、うん、こちらが実寸、先ほどとね近いです。36の34、実寸です。まあちょっとね、身長高い方におすすめかなと思います。この辺のねサイズもなかなかね最近出てこなくなった気がしますね、この状態こういいやつが特に。はい、こちら5番地 WX レザーパッチセンターループです。サブ634実寸で、こちらで298,000に消費税、29%です。うん、いいと思いますね。はい、サイズハマる方はぜひ。はい、本日は以上になります。いつもですね、あの買い取り、委託販売の方を行っております。お店の方にですねお問い合わせいただければ私が対応させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。あとですね、お店の方、ベルベル人の方でスタッフを募集をしております。うちの方にね、まあ、電話
いただければ、あとはあの履歴書を送っていただくという形を取りますので、ベルベジで働きたいと思う方はぜひ応募してみてください。ではよろしくお願いします。